おはようございます。マッハスピード大崎でーす。肩ならしです。よろしくお願いします。お願いします。おはようございますで、おはようございますだっけ？なんかなかったっけ？お疲れ様です。おはようございます。お疲れ様です。そうそう。これ出勤とか、はいはい。帰宅時に聞いてほしい。なるほどね。ちょうどいいラジオ。なるほどね、じゃなくて、最初から何回も説明してるから。なるほどね。そうそうそう。そういう意味でね。いや、だからね、いい感じの時間、尺でやってくっていう感じで。あんまり出勤の人とか、これから仕事に向かう人、一日頑張るぞって人に向けた話じゃないかもしれないんですけど、ちょっといいですかね。うん、昨日僕、一人で、うんうん、まあまあ男性の、慰めの、ああ、一人のやつね。一人のやつをね、うんうん、まあまあ一人暮らしだし、そんなんもよ、まあ、よくやるんですけど、その言い訳はよくわかんないけど、一人暮らしだから、しょうがないのか。やっぱりね。一人暮らしだから、そんなもんよくやるんですけど。ご結婚とかされたら、あんまね、しなくなるとは思うんですけど、やっぱ。わかんないですけどね。一人なんで、やっぱ毎日ぐらい、割とする方なんですね。はい、はい。そういう方なんですけど、うん、昨日、うん、VR あるじゃないですか。はい。VR 持ってるんです、僕。はいはい。で、それで見れるアダルトの、みたいなのがあって、うん、うちの Wi-Fi が、なんか回線があんま良くなくて、うん、すっごい画質いいやつとかあるわけですよ。はあ、画質いいやつがあるんだけど、うん、めっちゃ画質いいから、うん、もう止まるわけよ。ああ、なるほどね。よく見てていいところで、もう、なんならもう2分おきぐらいに止まったりするんだけど、そうだな。画質落とすのは嫌だから。嫌だね。VR だもんね、しかも。そう。一番大事じゃん。一番リアリティとか臨場感を大事にしてるものなんで、うん、それ、画質いいやつで見てたんですよ、うん、そしたらでも画質落としたくないからずっとそれで頑張ってやってたら、うん、もう全然終わんないわけよ、うん、早く終わりたいわけ俺としては、うん、早く終わりたいんだけどもう何回も止まるから全然終わらずに、うん、2時間ぐらいなんかしてて、うん、まあ終わって、うん、もったいねえな時間がバカじゃないの本当に夜中ですよ夜中一人でね関係ねえよ夜中だろうがいやもう一回始まっちゃったらさもう分かるでしょでそれ毎日やってんでしょいや毎日はマジで時間無駄じゃんいや毎日はそんなんじゃないふざけんなよ もっとあっさりしたもんもう本当にマジなんだよじゃあ聞いてそれでじゃあ聞きなさいよ純潔いけるかなじゃねえよそんなの純潔いってる人もそんぐらいしてる人もしねえよ川瀬名人しないよ多分勝手な失恋とかしてる川瀬名人はオナニーしませんしてません包んで言っちゃうから2時間ぐらいしてませんしてるわいやでも俺もそんなに別にそんなんじゃないのいつもそんな何時間もかけないけどその日だけだから話してるわけ何時間もかけてるから、はいはいはい2時間ね。2時間ぐらいして、うん、で、もう終わって、はい、寝ようっつって、寝て、寝ろよ。で、朝起きて、うん、びっくりしたんですけど、うん、起きて、トイレ行くじゃないですか。うん、トイレ行ったら、うん、もうね、ほんとにね、ものすごい腫れてんの。あらららららら。それもう、何もうボクシングのさ、ボクシングのバババババの、あれみたいになってんの。いや、マジで、びっくりして。ハスの花の、先っちょみたいになってんだ。ハスの花ってちっちゃいか。ハスの花どんな。いや、今まで、で、ちょっとぐらいある。ちょっと腫れちゃったぐらいの、正直あるのよ。うん、ないある腫れたこと。俺はないかな。ないか。どんな感じに腫れてたのもうだから、ここ、なんつうの逆三角形の。例えばボクシングの、それ以外で、それ以外でもう、何あれサウンドバッグじゃない。こっちの方だよ。これ。コン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 。気球みたいになる。本当に、もう見えない。気球逆じゃん、もう。もう下に下。もうじゃあもうボクシングのあれ。えまず、あれこれどうなってんのって思ったの。うん。えって言ったらもう要するに皮が、もう分厚く、普段よく皮でちょっとじゃあ、普段の皮をセーターぐらいだと表現するとしたら、うん、本当に、ミッキーの着ぐるみ、もうフナッシー着てるぐらいの、セーターが、フナッシーぐらいになっちゃってて。出口なくなってんじゃん。出口がない、もう。だって、
セーターってね、まあ要は、うん、よくあるでしょ、よくね、そう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 、なんとか某クリニックの、そうそうそう、それに近いもので例えると思いきや、うん、もう器具あれ出口を再現してるはずなのに、うん、もうそれすらない、うん、もうなんかデッキもうデロン効果音でやんならデロン、いやまだもうミッキーがまだあれしてないから早いよ、用意してるか知らないけど早すぎる、焦んなってもっとふなっしー、ふなっしー1個受けて、あ、それもよくふなっしーになっちゃった、形的にいいのそれ、ミッキーの形はセーターをふなっしーでいいのそれ、あんまりピンとこないでもうちょいで、なんかない、分厚い服、いやもうだ別にダウンとかいいの、いやもうダウンじゃないね、あれは絶対ダウンじゃない、ダウンのここダウンマフラーとか売ってるからね、今ね。いや、どんなもんか。ノースフェイスのね。ノースフェイスだね。もう、すごいことなってて、もう、これ、やばいんじゃない？これ、病気かなと、すら思ったの、うん。昨日のあれのせいかなとか、より先に。ああ、まあ、そんなん忘れてるもんですからね。うん、あ、これ、病気かなとか思って、うん、いろいろ調べたら、うん、まあ、なんか、あるんですよ、なんかそういう病気が一応、うん、病気ね、気頭胞皮炎みたい な, なんか、うん、そういう病気があるみたいです、うん、でもそれは気頭胞皮炎みたいなもんだけどね、いつもね、俺から言わすと別にそんなそんな、なんだろう、貧弱な見た目じゃないですよ、毎日普段からなんかもう、すごい、言った言ったら、俺から言いますと、別にいつもミッキーだし、全然俺より、フナッシーさんであるから。フナッシーに敬語使うの？いや、フナッシーさんだ。これ、あれ、それがどうだったら。普段がダウンジャケットぐらいかな。もう、あ、普段がダウンジャケット。結構やっぱ、分厚いかったりするから、ホーヒーじゃないんだ。普段からホーヒーなんとかね。ホーヒーなんとかじゃない、ね。ではなくて。調べさらにホーヒーなんだね。そうそう。うん、で、別にそれ、なんかやっぱ、女性となんかして、性病的な感じの菌が入ってみたいだから、そんなんも最近全然ないし。だから、その時点では昨日のあれが原因とは何とも思ってないわけだ、ね。忘れて、病気かと思って調べて。病気かと思って。まだ焦ってる途中ね。焦ってるよ。で、うん、もうテンパりながらいろいろ見てたら、うん、とりあえず治療法みたいなの書いてあって、うん、バーって見てんの。うん、したら、うんうん、まず清潔にする、でこれ後から見たら予防法だったんだけど、俺は治療法だと思って、なんけね清潔にするのかって言って、まず洗って、うん、でよく乾かす、うん、湿り気は乾かすみたいなの書いてあって、どうやって乾かすんだろう、あん、いやドライヤーでバーって冷たいやつで冷やして冷たいのか、で高くてもいいじゃん、なんかゴムをつけるって書いてあったの、うんうんうん、それだから予防法で考えたら分かるじゃない、うん、それとはまあ、うん、エッチの時につけてくださいよっていうことなの、うんうん、俺訳分かんなくて、あ、ゴムつけるんだと思ってゴム出すけど、コンドームのこと、これ、そうそう、ゴムつかないわけですよだから何回もつけようと思うんだけど、治療法だと思ってるから、治療法だと思ってるから、何にも行為も何にもないのに、何もない、洗って乾かしてゴムつけ始めたのでも絶対つかない、うん、もう絶対つかない、うん、太さにフォルムになっちゃってるから、うん、もうそれも諦めて、うん、ようやく見たら、あ、これ予防法かな、うん、ああ何やってたんだ俺はってなって、うん、それが、だから2日前ですね、うん、昨日のことなんですけど、うん、一応写真撮ったんで見てもらっていいですか、一応 見たくない、やっぱここまで聞いたら、いや別に、いやこっちは無理見せないけどリアクションだけでも、いや、見せてもらえる、一応せっかくさ、びっくりする、朝こうなってたら、用意しとけよいや、すぐ出るから、ああ、ね、デローンとか効果を用意するくらいなら写真用意しとけよ、いくよ、うん、うまいね、すごくない、びっくりしない、焦んない、これあれじゃん、もうこういうパンあるじゃんこういうパン、分かった、ホットドッグじゃない、何、白いパンに真ん中にソーセージが埋め込んであるパンです、あの、うん、
あ、そうね。この切れ目が入ったやつにソーセージ挟むやつじゃなくて、あ、わ、うん、かります？白い、なんか、まあ、パッと見、肉まんの周りのパンみたいなやつ。うん。焼く前に、うん、多分、ソーセージプニュって入れて、焼くと、そのパンがふっふらもっと膨らんで、ね、ちょっとだけ、こう、ソーセージで美味しいやつ。で、ちょっとそのあれだ、ソーセージもちょっとある。見える。あれだ、びっくりした。かわいい超かわいいんだけど、どんな感想やねん、これ。かわいい。何や、かわいい。これ見せれるんじゃないの、見せるか。かわいい。見せ、YouTube で、YouTube でやってんの。かわいい、これ。すっごいんだから。かわいい、なになんかあの、RPG の、最初の方の雑魚キャラみたいだね。弱い。ちょっと一撃で倒せそうな、ほら。わかるよ、わかるよ。スライムともちょっと違うやろ。なんか、弱そうだよね。弱そう。弱いし。仲間になりそう。ビクンってして、すぐ逃げちゃう。アイコンとかになりそうね、ゲームの。あの、そのゲームを象徴するスライム的なキャラクターいや、わかんねえから。わかんねえから。かんちゃまさんが一回。うん。あ、なんか言ってた。もうね。なんか言ってたな、それも。もう、なんだっけあれ、焦って焦って、とんでもない晴れたんねん、つって言ったけど、うん、それは、理由は、なんだっけ、確かね、リンスとか、あー。シャンプーを使ったんだけど、それってめちゃくちゃあるあるで、うん、使っちゃいけないんだって、うん、すごい腫れるんだってあれって知らないよね。まあでも確かに使いたくなる気持ちわからんでもない。いやー、バイキン入っちゃう。ちょっとさ、うん、今はもう治ったので今、うん、いやちょっとは引いてきた本当、うん、けどでもまだ名残はあるけど、うん、何を出す。ちょっとじゃあ一応そっちの裏側で。いや、俺だってちょっとほんと、可愛すぎて、本人、あの、本物に、可愛いって本物に会いたくなって、会いたくなった、俺。実物に会いたい。実物に会いたい、アニメのキャラクターみたいに言ってんじゃねえよ。本人登場してほしい。いや、でも、ちょっともう、いや、可愛い。いや、でも今、なんだこれ、流行りそうだよ、次。どういうことやねん、流行り。新大久保あたりで、こん中チーズ入ってたら、韓国料理なの。もう、これで伸びる。トッポギってこと。違う、もうあの、こういうフランク的なさチーズハットグみたいなやつ。そうそうそう。いや、今でも流行るよ、これ、かわいいってのって。あ、でもまだ次の、あれだよ。そんな、でも、やっぱその、それほど衝撃度はないけど見せるよ。いいですか。はい、ちょっとじゃあ、これからこっちで行かせてもらいますね。はい、行きます。もうちょい近くつく、近くつきますか。はい、行くよ。いいですか。はい、いいよ、もう出しちゃって。まだこっちに映ってないから、はい、こうでしょ、うん、これでしょ、うん、行くよ。うん、名残あるでしょ。なんじゃそれ。いや、親だ、これの親だ。これの親だ。親ってこ親だ、これの。いや、名残名残切ってないでしょ。汚ねえ、実物。うわ、汚い。はい、汚いよ。いやー、痛い痛い。いってらっしゃい。